思い返せ。故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を。おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって、今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。現在敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。この好機を逃さず、人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。無論我々ヨルハ部隊も例外ではない。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を。おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって、今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。サーバー管理担当 3S、 サーバー管理担当 3S、 容量管理のため。速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。事前プログラムに従い作戦を自動遂行してください。情報漏洩を防ぐため緊急事態を除き地上からの電波通信は禁止とします。以上。
2B に真実を告げることができないまま最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど僕はまだ知らなかった、この戦いの結末と僕たちの運命を。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。対象はくれぐれも破壊しないでください。破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。はいはい、そんなことしませんよ。対象は電波状況のいい高いところにいると推察されます。ビルの屋上などを調べてみてください。了解。対象の外見は通常個体と同じなので注意してください。ただ対象に接近すればマーカーが表示されます。なんだかあいつらどんどん賢くなってるような気がするな。
しまった。 9S 命令はハッキングであって撃破ではありません。壊してしまうと再配備されるので意味がないからです。敵の視界の後ろからそーっと迫ってギュッとハッキングしてください。わかってるよ。ギュッとハッキングってなんだ。ハッキングに成功したみたいですね。偉いですね。やっぱり子供扱いされてる。次もよろしくお願いします。はーい。警告、予定されていた作戦区域から離脱中、推奨、作戦区域への送
稼働率低下を確認。もう少しだね。キングすればいいのか。報告、目標の大型機械生命体に直接ハッキングするのは不可能。特殊なプロジェクトを検知。機械生命体以外からのアクセスを拒否している模様。推奨。まず小型の敵を乗っ取り、その敵を利用して大型の敵をハッキング。多段でハッキングすればいいのか。キングするんですよ。ギュッと。交代の敵が配備されると思うので、次こそはお願いします。了解です。順調なようですね。今回の作戦では他のスキャナー部隊にも総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、
戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎる。こちらの担当分作業は全て終了。そっちはどう？こっちもあと一つかな。了解。あとバンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。あ、忘れてた。君の戦闘データが未納だからスキャナーモデル全体がアップデートできないんです。了解。この作戦が終了したら対応する。頼みましたよ。これで分担は全部かな。推奨。戦闘状況が悪化する前にトゥービーと合流。分かってる。トゥービーとの合流地点を地図にマークって。